サンラファエルは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏、バール圏のコミューン。サンラファエルは、フレジュス・湾の橋に位置し、東は、アルプマリティーム圏と接している。24マイルの長さになる海岸線を持つ。サンラファエルには4カ所の広い砂質の海水浴場がある。最初に、名前の知られた1065年から現在まで、 サンラファエルの名城である。この頃大天使ラファエルに捧げられた教会が建てられ、要塞化された村、カストゥルムとなっていた。1073年の名は、サンクトゥス・ラファエルであった。カッシーニ地図に描かれた、サンラファエル・エストレル山地とサンラファエルの街並み20世紀、初頭の海水浴場マッサリアのギリシャ人がこの一帯を植民地化する以前、 リグリア人たちが征服していた。同時代、アゲワンには避難港として、アガトンが設けられていた。古代ローマは、アガトンの港、ポルトゥス・アガトニス都市、ユリア・アウグスタ街道に接続した。この道は、ガリア・チサルピナのフォルムであるユリイまで通じていた。サンラファエルの場所はビッラで閉められた。水道橋の遺構浴場跡が見つかっている。10世紀。 異民族がこの地域に侵攻し、略奪を働いた。聖、オノラダルルは、サントボームの洞窟から出て、レラン島に、レラン修道院を建てた。972年、プロバンス博ギオーム一世が、サラ先人を退けた。現在のコミューンの領域を、レラン修道院とマルセイユのサンビクトル修道院が、手に入れ、村に大天使ラファエルに捧げた、要塞状教会を建てた。 村は5世紀以来、フレジュス指教座に属した。12世紀、プロヴァンス博とトゥールーズ博、そしてバルセロナ博の連続する構想で、テンプル騎士団は、村の所有権を取ることができた。1312年に騎士団が解体されるまで、村は、イエールやグラースのようなコマンドリーとなった。テンプル騎士団の消滅後は、西洋ハネ騎士団に権利が移った。 1347年、国史病の流行でプロヴァンスは荒廃し、人口の1、3以上が失われた。16世紀、プロヴァンスの海岸は、海賊とカール5世の軍に襲われた。この対策として、フレジュス市教区は1562年にアルモンの、頂に監視塔を作ることにした。1635年、アゲワンの岬に、星型のアルモン塔が建てられた。 1690年、住民は大天使ラファエルの取りなしを願って紋章にへ姿を加えた。18世紀の村の経済は、漁業資源に頼っていた。港近くの地区が、マリーヌ地区として発展した。1794年、信仰に根差した地名を嫌った、革命政府は、サンラファエルを、ポール・バラスにちなんで、バラストンと改名させた。 1863年、マルセイユからベンティミーリアまでの区間を走る路線が敷かれ、サンラファエル・バレスキュール駅が開業した。小説家で、ジャーナリストのアルフォンスカーはたびたび、サンラファエルを訪れ、街の観光活動の後押しをした。1864年に亡くなるまで、サンラファエルに住んだカーの後、ビクトル・ユーゴー、ジョルジュ・サンド、テオフィル・ゴーティエといった文人たち、 ジョルジュ・クレマンソー、ジョゼフ・ガリエニ、ベルギー王・アルベール一世といった政治家たちが続けて訪問した。作曲家、シャルル・グノーは、サン・ラファエルで1867年にオペラ、ロミオとジュリエットを、1885年にアベマリアを書き上げた。1881年にグランカジノ建設、1882年にプロテスタント教会建設。 1887年に、ノートルダムドラ・ビクトワール協会が建設され、成長が続いた。二つの対戦の間もセレブレティの訪問は続き、F ・スコット・フィッツ・ジェラルドは、夜は優しいを書いた。自由地帯にあった、サン・ラファエルは、第二次世界大戦初期には、影響を受けなかった。1940年に8月、アントワーヌド・サンテグ・ジュペリは、姉と、 アゲワンを訪れ滞在した。1944年7月31日、バスティア・ポレッタ空港を飛び立った、サンテグ・ジュペリの飛行機は、姉の住む、車ー近くを飛んだ後、行方不明となった。ドラグーン作戦が始まると、サンラファエルも空爆を受け、水道橋が破壊された。コミューンの観光ブームは、国道7号線の開通、1961年の、 A8 道路開通、2001年の TGV 開通で続いた。2004年にドラグーン作戦60周年記念式典が開かれ、2007年にはフランス全国水泳選手権が開催された。参照元、1968年以降陰性。ありがとうございます。